でも友達でいられるよね。さんが怪我をしてね、息子のマサルさんと一緒にお休みしてもらってるの。だから男手がなくなっちゃって、春休みの間ゆうちゃんバイトしてくれない？
今出かけてます。おかみさんの代理なの。お客様、ご予約はお済みでしょうかな。本日ですとご予約なしでもお泊まりできますの。どうぞこちらにお上がりくださいなの。キラちゃん、この人勝手に使うなとか言って宿帳通ったですの。まあ落ち着いて。あら、お客さんなの。それならお仲間だから仲良くしましょう。あたし葉山ゆり子よろしくね。キラちゃん、お客さんに睨んだらダメでしょ。そうでしたの。それでは改めまして、いらっしゃいませ。ようこそ春雨へ。お客様